知られている限り宇宙の生命は地球にしか存在しません。果たしてそれが十分知的な生命体かどうかはさておきですが、まあとにかく我々がその他の惑星の生命の痕跡を探し続けているのも無理はありません。現在生命が存在する可能性のある惑星は4000個ほど発見されています。そしてそんな中から NASA は単に地球に似ている以上の惑星を24個リストアップしています。しかもこれらの惑星はなんと地球以上に快適な惑星だというんです。そんな惑星のいくつかを見ていきましょう。惑星 KOI-5715.01、 わかりづらい名前ですね。この惑星は白鳥座に存在する惑星です。私たちの太陽は黄色矮星と呼ばれていますが、実は太陽よりも生命にとって快適な恒星が存在します。惑星 KOI-5715.01 は等色矮星を公転しています。等色矮星とは太陽よりやや小さく暗い恒星です。暗いというのは一見困るように思えますが問題ありません。この惑星は別に暗闇の中で生きていかなくてはならないというわけではないのです。惑星の距離が恒星とより近く、より分厚い大気を持っているのであれば地球よりも明るく色にあふれた世界になるのです。太陽は残りの寿命が短く地球よりは少し長生きなものの、その余命は70億から80億年ほどです。それに対して等色矮星はまだあと450億から700億年生きることができます。惑星上で繁栄できる時間がそれほど長いのも朗報ですが、それだけ未来の時間があるということは生命が発達するのに十分な時間があるということでもあります。およそ70億歳程度の惑星を等色矮星のそばで見つけることができれば、そこに生命がいる可能性は十分あると言えるでしょう。惑星 KOI-5715.01 は現在55億歳。まだ適齢に達していません。でも大丈夫でしょう。そもそも地球だって比べると10億年ほど若いわけですが、それでも人類が進化しています。九段の惑星は恒星に十分近く、ハビタブルゾーンの中に浮かんでいます。1年はおよそ190日。小学校に通っているうちに大人になってしまいますね。惑星自体の大きさは地球の2倍、平均気温はやや涼しい11度です。しかし強い重力がより多くの熱を大気中に閉じ込めるため、体感はより温暖に感じるでしょう。しかしその場所は地球から非常に遠く、3000光年離れています。キロに直すと2京8500兆キロメートル、相当大きなお弁当が必要そうですね。お次は KOI-3010.01。 この惑星は KOI-2010 の隣で発見されました。この惑星もまるで楽園のような環境になっています。平均気温は19度、地球よりやや温暖です。しかしこれは良いニュース。完璧な環境を持ち合わせた惑星の気温は地球よりも5度ほど暖かいのです。熱が多ければ生きていくことも楽になります。また生命が誕生する可能性も高くなるはずです。惑星の直径は地球の 1.5 倍、大気は存在していますが、その組成についてはよく分かっていません。地表の 60% は海で覆われていると考えられており、これもより完璧に近い環境です。理想的な惑星では水と陸地の面積は半々であることが求められます。陸地がやや多いということはそれだけの資源を得られることを意味します。この惑星は地球に非常に似ており、 84% の確率で生命が誕生しているという計算がなされています。それが知的生命体かどうかはまだ分かりませんが、動物がいただけでもとてもすごいことです。それはどんな姿をしているのでしょう。地球に似ているけれど重力がより強い惑星。そこに生まれる生命は大きい一方で背が低く、短い強靭な足を持っていると考えられます。しかしその姿を調べることはまだ叶いません。現在我々はその惑星を小さな点としてしか観測できません。無味乾燥なデータしか手に入っていないため、実際の見た目もわからないのです。
この惑星に近づく方法が見つかるまでは我慢することになりそうです。ケプラー 186F、 生命がいる可能性のある惑星として非常に有望株です。可愛らしいこの惑星は地球のいとこというあだ名が付けられています。それだけ地球によく似ているのです。もっとも瓜二つというわけではありませんが、この惑星は赤色矮星を公転しています。赤色矮星とは等色矮星よりもさらに暗く小さな星です。余命は非常に長いものの、明度もその分低いのが特徴です。ケプラー 186F は主星に近いため、地球に比べて昼が暗いかというとそうとも言えません。少なくとも夜ほどの暗さはないだろうと考えられています。惑星の昼は夕方のような赤い光に満たされているでしょう。皆さんはそんな惑星に住んでみたいと思いますか？この惑星は大きさが地球とほぼ同じで、そういう意味では環境は悪くないですが、完璧でもないといったところです。基本的に理想的な環境を備えている惑星は地球よりも大きく重力が強いのです。重力が強いとなると上で歩くのも大変だし、月曜日にベッドから出るのがより辛くなるだろうと思いますよね。それに関してはその通りです。しかし強い重力はより大気を引き止める力が強く、分厚く濃い大気が生まれます。大気が分厚いということは宇宙線を遮る力がより強く、また酸素や熱がより多くなることを意味します。また表面積が広い分、人がより広い場所で暮らせるというのも大切なポイントですね。もちろん地球サイズの惑星でもあまりある恩恵ですが、ケプラー 186F は地軸の傾きが地球とほぼ同じですから、安定した昼夜サイクルと季節が存在しているはずです。居住という点で見ると、惑星にとって地軸の傾きは非常に重要なポイントです。例えば火星は太陽系のハビタブルゾーンに位置しているにもかかわらず、地軸が不安定なため存在していたであろう海が干上がってしまいました。今では生命の存在しない赤い砂漠が広がるばかりです。少なくとも現状の調査ではそのような結果になっていますね。地軸の角度は大したことがないと思われがちですが、これほど重要なものなのです。ケプラー 186F は地球から490光年離れています。キロに直すと4655兆キロメートル。恒星間旅行が可能になるまでもう少し辛抱するとしましょう。ケプラー 62E とケプラー 62F、 ケプラー 186F が発見されるまでは最も地球に似た惑星とされていた2つの惑星です。ケプラー 62E は地球の 1.5 倍の大きさ、ケプラー 62F はそれより一回り小さい大きさです。これら2つの惑星は地球から1200光年離れたこと座の赤色矮星を公転しています。 62E の1年は122日、最初の惑星よりも短いですね。どちらの惑星も水惑星であると考えられています。暖かい場所はほとんど水で覆われており、ほとんど島しか存在しないだろうと言われています。島ばかりの惑星、そこはハワイのような楽園か、はたまたメガロドンのような怪物だらけの地獄か。太古の水生生物ファンの皆さんはこの惑星で生命がどれほど大きくなれるかということについて思いを馳せてもいいかもしれませんね。しかしこの惑星についてはまだまだわからないことだらけです。組成や密度といったデータについてもまだ答えが得られていないのです。というわけで今回は様々なスーパーアースをご紹介しました。元のリストはもっと長いものですが、これに関してはぜひインターネットで調べてみてください。どの惑星も地球よりも理想的な環境を備えています。また地球と十分近い距離に存在する太陽系外惑星についても知ることができますよ。リスト上の惑星のいくつかには生命が誕生している可能性が高いと言われています。しかしどの惑星も非常に遠く離れているため、今のところ直接調べる方法はありません。いつの日かその場所を訪れた時に様々な生命に出会えるかもしれませんね。